はい、コナンです。ポケモンスクランブル SP やっていきたいなと思います。今日はですね、まあ、ガンガン進んでいくわけなんですけども、なかなか CP 不足でねボスに挑戦できないみたいな感じで、ちょっとね若干行き詰まりチックになってきています。ちょっとね加速してやっていきましょう。相手はギャラドス、強えな。ちょっとこの謎の草だと抜群がちょっと出ねえぞ。これだと多分ねちょっと倒しきれないんで変えましょうか。草属性いけるかなと思ったんだけど、謎の草の星4ね、なんとかゲットしたんですけども、どうしようか。他に使えそうなのはやっぱ謎の草でいくしかねえのか。さあため打ち、これ時間もまた厳しいよね、なかなか通せない。360でも抜群が出ない。40秒削れるかな。打っていく。そして、ギアの方がですね、サイコショックギア、いけるか。ため打ちで、ため打ちのタイミングが難しい。さあガードを崩してダウンしている間に打っていく。そしてサイコショックギア、残り16秒。なんかもうちょっと強化してやればいけそうな気がするけど、ちょっと時間が足んねえ。でもなかなかいい線いってるよね。340か。さあラスト、さあタメ打ちで崩す。若干ミスったか。時間切れ、あと少し。勝てそうで勝てない。ちょっと見直しましょうか。謎の草、鬼スズメ、ギャラドス、水タイプか。水タイプには電気、草。やっぱりレベルが全体的に低いのか、ちょっと上げてやれば、ギアのねレベルを上げてやれば少し倒しやすくなるとは思うんですけども、なかなか素材とコイン不足で上げられないっていうね。僕は無課金でやってるんで、この辺りガンガンギアをね作って強化していくっていうわけにはいかない。でもこのゲーム課金したとしても、このギアをね強化するには結構お金がかかるよね。なのでまあ無課金でもね時間さえ待てばね強化できるんで、まあ基本無課金でやっていきます。で輝く鉱石がね多分一番ね効率がいいんで、まあ10時間かかるけど、まあ1日2回しか作れないんですけども、一応ね僕はそれで作っています。さあ残り20秒。おいけるか。やはりこのちょっとしたギアのレベルとか、この組み合わせで変わってくるね、このギリギリの戦い。さあ倒しきりたい。いきましたね。やったぜギャラドス。さあ報酬獲得していく。そして次は、おっと来たか、とうとうリザードン回帰。来たかリザードン、リザードンじゃないか。条件が 1890CP、 そしてこのエリアのギャラドスを1匹以上捕まえる。さあコイキングがね一応いるんですよ。相手が炎属性、飛行属性なんで、まあ相性的には水、岩、地面、まあ水がねなかなか刺さるんじゃないかと思います。ということで僕の持っている、まあ、水属性の強いキャラといったらコイキング、一応ね星4の飛び跳ねるをねつけています。若干ちょっと CP が低めなんですけども、相性的にはいいので、まあ、ダメージは420ぐらい出せる。そして飛び跳ねるも結構刺さるには刺さるんだけど、とにかくこのリザードンが強すぎる。いけるかな。でもコイキングの CP が1400なんでね、ちょっとそこが。でもなんとかねレアなカプセルから星4
ゲットしました。星4はね、そこそこ出ます。まあ、ちょっと頑張って周回しないと出ないんだけど、まあ、ちょっと頑張れば出るんで、ただ星5がね、むっちゃ出ない。なんか噂に聞いた話だと、一応ね、技のレアリティは星5まであるということなんで、できれば星5出したいね。さあ、残り10秒いけるかな。コイキングでもいけるか。コイキングなんかイメージ的には弱キャラのイメージなんだけど、意外と強い。意外とちょっと足んない感じがする。時間切れと時間が厳しい。あと10秒あればいけそうだ。カメールでやってみましょうか。カメールは星3ですね。水の波動、これはギアがね2つつけれるんで、水技プラス2つつけて、ちょっと CP がね1706まで上げましょうか。波乗りギア、ここも水属性で、そして水技プラス上げます。上げれるだけ上げておきましょうか。さあ、これでいけるか。なんとかこれぐらいで倒したいとこだけど、リザードン強いよね。推奨 CP まで行った試しがないんだけど、まあここは無視でいきましょうか。推奨目安 CP1930 なんてとんでもないです。まあ、弱点さえつければその目安のね CP なくても多分削れるんで。さあ、これで、お、抜群が出るね。560500超えの抜群がね連発出てます。これはかなり刺さるね。やはり水属性で染めてやるのがいいか。カメールもね、今なんとかね星3ゲットしたんですけども、できれば星4星5が欲しい。さあ、残り40秒。さあ、どうだ。お、一気に減るぞ。これはなんかいけそうな気がする。コイキングでもね、まあそこそこ検討したんで、カメールであれば削り切れそうだ。結構時間余裕でいけるか。残り25秒。抜群連発ですね。530。さあ、水の波動で、さあ、ため打ち。さあ、残り13秒。抜群、よし、いきました。さあ、1分12秒でクリアです。さあ、なんとかねリザードンまで倒しました。さあ、次は、お、これは、これはバタフリーですね。CP2000 超え、やべえ。さあ、どうする。バタフリーは虫飛行タイプ、虫飛行タイプなんで、まあ炎タイプで攻めましょうか。一応ね星5のズバットをねゲットすることができました。こちら技がね熱風ということで、炎属性非常に刺さる。バタフリーにはもってこい。これもね金のカプセルから星5出ましたよ。そしてギアはね炎技プラスでね7まで上げました。そして火炎放射ギアリザードでいきます。これも強力。これはスーパーレアのね火炎放射ギアリザードではなくてノーマルのタイプです。スーパーレア欲しいよね。さあ、抜群ですげえな。800とかね出ます。やはり星5ズバッと強え。800で抜群ですね。連発です。これはいけるぞ。さあ、リザード、さあ、ため打ちで崩していく。さあ、残り20秒。抜群連発でいきます。やっぱ星5の技は強いよね。さあ、行きましたね。10秒残し、まだですか。若干まだ
若干残っている。これでも結構ギリギリか。やべえな。さあ行きました。1分17秒。技のレアリティ星5、やっぱ強えわ。さあ次は、お、これは、これは来ましたよ。フーディン 2100CP か、厳しい。